おはようございます。私は小田急2400型です。新幹線と並行する埼京線の走行をお楽しみください。次は与野本町。お出口は右側です。The next station is 与野本町 JA24. The doors on the right side will open.ここは大宮駅7番線です。冬のこの期間は、この駅まで延長運転します。現在浦和駅にいますが、運行トラブルで遅れて発車しました。これから池袋、新宿、大崎、横浜などの大きな駅をこれからダイジェスト方式で撮影しますので、車窓をお楽しみくださいませ。電車区でまして、大変ご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。
渋谷も止まんのかやつ、あ、渋谷つかか、あれ止まんだっけ、
川を通過します。数多くのトンネルを抜けると熱海駅です。Thank you.
突然言い出してる。印象感が出てると思うんですけど、集団指導の中止とかを言ってる時に、なんだ、いきなりかまってる。スピードで全線開通しました。Thank you.
1ヶ月ですからね。それもさ、一回夜行ったらもう売り切れたってさるよ。もうなんとかやっぱりと思って、めっちゃ上げて。で、もう一回そこ行ったらあれ。まあ、そういうことはありますよね。でかべちゃんの花の花の。東京急行電鉄創設者の後藤啓太会長は、開通の2年前の1959年に永眠いたしましたが、一番列車に彼の肖像画を掲げて走ったという伝説もあります。河津伊豆急下田間は沿岸部の白浜を経由する予定でしたが、西部系のホテルが多く建設されたため、山あいの稲津を通ることを余儀なくされました。この長いトンネルが八つトンネルです。すごいハマると思う。7ぐらいまではちょこちょこ出てきました。
コリーナというイメージ卵のこう割りみたいな感じ。終点の伊豆急下田駅です。スマホで撮影をしているため充電がなくなりました。残念ですがここまでにします。ご視聴ありがとうございました。